行僧とは、哲学用語で質量に対致して使われる用語。日本語としては、競争とも読めるが、哲学用語として使うときには、形をと読む。質量と行僧を対地して、内容、素材とそれを用いて作られた形という体の概念として、初めて用いた人は、古代ギリシアの哲学者アリストテレスである。彼の、 刑事上学の中にこういう概念枠組みが登場する。また、自然学でもこうした枠組みで説明が行われる。プラトンが観念実在論を取り、あるものをそのものたらしめ、そのものとしての性質を付与するイデアを、そのものから独立して存在する実態として考えたのに対し、アリストテレスは、あるものにそのものの持つ性質を与える行想は、 そのもののマテリアルな素材である質量と分離不可能で内在的なものであると考えた。プラトンは元来イデアを意味するのに、エイドスという言葉も使っていたのだが、アリストテレスが死の概念と区別してこの言葉を定義した。大雑把に言えば、プラトンのイデアは、ハンコのようなものであるが、アリストテレスのエイドスは押された、刻印のようなものである。イデアは、古物から独立して、理財するが、 エイドスは具体的な個物においてしかも常に質量とセットになった形でしか実在し得ない。エイドスが素材と結びついて現実化した個物をアリストテレスは現実体と呼び、現実体を生み出す潜在的な可能性を可能体と呼んだ。今ある現実体は未来の現実体を生み出す可能体となっている。このように万物は互いの他の可能体となり、 手段となりながら、一つのまとまった秩序を作る。アリストテレスはまた、魂とは可能的に生命を持つ、自然物体の行走であらねばならぬと語る。ここで、肉体は質量にあたり、魂は行走にあたる。何者かであり得る質量は、行走による制約を受けてそのものとなる。いかなる存在も、行走の他に質量を持つ点、存在は反面においては生成でもある。 質量そのものは何者でもあり得る。これに対し行僧そのものはまさにあるものである。この不動の動舎においてのみ、生成は停止する。すなわち、万物は互いの他の可能体となり、手段となるが、その究極に、決して他のものの手段となることはない、目的そのものとしての最高善がある。この最高善を見出すことこそ、人生の最高の価値である、としたのである。 ありがとうございます。